はい、こんにちは、さかなやです。今日はですね、通知があった時にこの iPhone のここ光らせる方法をやってみたいと思います。もちろん今もね、使ってらっしゃる方いらっしゃいますけれども、こういうフューチャーフォンですね。で、着信があった時にどっかのこうライトが光ったじゃないですか。まあ、これはどこが光ったか覚えてないんですけども、ですね、 iPhone っていうのは着信があった時に、まあ、ここで音が鳴るとか、あとはマナーモードにしておくとですね、バイブレーターが働いてちょっと振動するとかという機能になっていると思うんですけども、ここのですね、さっきやったようにここがですね、ライトが光らせる方法があります。これはですね、 iPhone の、アクセシビリティ、この前ちょっと、動画にアップロードしてるんですけども、まあ、視覚聴覚障害者の方ですねにも iPhone を使いやすく、使えるようにした機能の一つなんですけども、まあ、こちらの方にもですね、 Apple のサイトにあるんですけども、まあ、この光らせる機能というのは、まあ、聴覚に障害がある方とかそういう方にですね、 iPhone に、電話着信とか、まあ、他の通知があった時ですね、ここのライトがですね、ピカッと光ることによってですね、それが分かりやすいようになっているということです。まあ、そういう方でなくてもですね、まあ、ここが光った方が分かりやすい。まあ、例えば会議とか、まあ、友達とちょっと話していて、まあ、音を鳴らせるのが嫌なので、机に置いていてもですね、このバイブレーターが当たると結構、ね、びっくりしちゃうこともあるので、逆にその光の設定をしておけばですね、そこで光るということもできます。設定の方法なんですけども、この設定ですね、ここにある設定をタップします。この中に一般がありますので、一般をタップ。で、ここにアクセシビリティがあります。で、ここにいろんな機能がありますけども、このですね、ちょっと下の方に行きますと、ここにですね、 LED フラッシュ通知というのがあります。で、これをですね、タップします。そうするとここにですね、スイッチがありますので、これを入れます。そうすると LED フラッシュ通知がですね、オンになって、あと、下のはですね、着信スイッチが消音に設定されているときに LED フラッシュ通知を使用します。着信が鳴らないように設定しているときに、こちらの方でですね、フラッシュが光るという設定になります。これで、設定は OK です。今電話の着信があります。ではですね、今、メッセージを自分宛にこれを送っています。今ね、光ったと思うんですけど、まあ、こんな感じですね、光ります。これも結構便利な機能ですよね。面白いと思います。ぜひですね、利用してみてください。この動画がいいと思いましたら、ぜひいいねボタンとですね、チャンネル登録をお願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。